ハイ、はい、センは、中国語管末期から三国時代の政治家。字は、文之。本願は、加藤軍儀危機祖父は、ハイアキラ。父は、ハ、は、イ、い、シュゲル。弟は、ハ、は、イ、い、シュン、ハ、は、イ、い、シュウ、ハ、は、イ、い、キ、ハイワン。子は、ハ、は、イ、い、シュウ、ハ、は、イ、い、タン。三国史義士、カズツネヨウモリ、超ハイツタイに、ツテがある。名家の出であるが、 母の身分が低く、また自身も若い頃に礼を軽んじる行動を取ったため、父には疎んじられていたという。戦乱を避け、当時安定していた慶州に身を寄せた。同じく北方から避難してきた王さん、しばしばと親しくし、各省である劉備とも交流した。自身も劉氷に招かれたが、敗戦は劉氷がその器量と不釣り合いの野望を持って、おり、 その派行が大成しないことを見抜いたため、さらに調査へ下っていった。曹操が慶州を平定すると、曹操に見出され三上将軍事に取り立てられた。県令を歴任した後、中央に戻り曹操族となった。曹操から、以前交流のあった、劉備の裁略を問われたため、中央にいたなら、人を乱すことはできても収めることはできません。しかし、隙をついて、 要害を守れば、一地方の死となるだけのものは、持っていますと答えた。北方に赴き、大軍大衆を務めた。曹操は、軍で横暴な振る舞いをしていた、ウガンのながらへの対策のため、敗戦に大軍を持たせようとした。しかし敗戦は、彼らを刺激するべきではないとして、一台の車のみで、認知に赴むいた。ウガンのながらからは、 歓迎を受け、その振幅の証として、地面に頭を擦りつけて謝罪された。また、略奪した人や物品を返還された。さらにハイセンは、軍内の腐敗役人を一掃し、民衆の心を掴んだ。三年後、上昇相続となり、中央に戻った。早々から功績を称された時、ハイセンは、公認者の統治失敗と異民族の反乱を予言した。 予言同流岸のながらは、反乱を起こし、曹操がこれを鎮圧した。その後は再び地方に赴き、敗国省を経て、遠州市市となった。219年、孫権が合否に侵攻したとして、予州市市の両三次とともに、楊州へ、援軍に赴くよう曹操に指示されたが、恩会の忠告に従って、曹操の死因を知り、 呂州への軍病派遣を遅らせ不意の召集に備えた。間もなく、京州方面で、関羽の攻撃により、雨金が破れたため、敗戦たちは軽州の軍のみで出陣し、関羽追悼に当たっていた、徐行軍への援軍に赴いている。曹操は、本営の麻痺に駐屯する、敗戦の軍が整然としているのを見て、これを称賛した。曹飛が、前城により、 行朝を成立させると、敗戦は中央に戻り三騎乗寺となった。後に、義軍、栄戦軍の天皇中老将となった。この時、軍大主と同様の人材推挙の権限を、天皇中老将にも認めるよう提言し、農政官僚の出世ルートを広げた。慶州志士に転任し、館内校の釈囲も得た。この時、集隊を十字として取り立てている。 孫栄の時代にも中央に戻り、少書となった。後に、かな人となり、大軍士、広塚佐野といった高官に上った。爵位も清日抵抗までになり、200個の所領を得た。再び中央に戻り、少書令となり、人事制度の改革を提言しら圧腕を振るったが、父が死去したため官を引いた。公六大部を得た。244年に死去。葬儀は、 簡素にするよう遺言した。退場を追蔵され、抵抗と送りなされた。子が後を継いだ。三国志の著者チ寿は、常に平常心であり、国の柱となる人材であったと評している。儀略において、敗戦のつては、呪福元強し、利用長期、勇壮、領収、長元、反戦。 とと同じに収録されていたといたう生涯を通じて、生活は質素であることに努めており、妻や子にもそれを徹底させていたと評されている。なお、三国史に中をつけた、廃少史は、廃棄の六世の孫にあたる。廃少史は、中で、廃史一族のその後を詳しく紹介している。優秀は当時廃止されていた。ありがとうございます。